こんにちは、わきです。本日はドスパラ VR パラダイスにやってまいりました。こちらで関口あゆみちゃんの VR アート個展クラウドファンディングで支援しましたので、これを体験しに行ってきます。はい、やってきました。こんにちは、いらっしゃいませ。おめでとうございます。ありがとうございます。この度はおかげさまで VR アート個展が開催することができました。楽しみです。よろしくお願いします。木さんには、はい、特典のステッカーとフォトブック、はい、そしてアートデータ集後日送らせていただきます、はい、ありがとうございます。あとこちらにお名前も掲載させていただいております。 ありました、はい、では早速体験させていただきます、はい、します。本日はですね、まずこちらのスマホとかパソコンがいらない OS とバッテリーが一体型になっているアイデアレンズ2じゃないですか、はい、そうなんです。アイデアレンズを使用していただいて6作品見ていただいて、その後、まあ、よりハイスペックな HTC VIVE のコーナーに移動して4作品見ていただきます、はい、まずはアイデアレンズ2で、おっ、あ、これ風神雷神だ。これは、あ、そっかそっか、これはもうこっから動けないわけだね。そうですね、奥行きはないんですけど360度見渡せる感じでご覧いただけます、うん、もう立体的には見えてますね、はい、動いてる動いてる。いやでもこれだけでも十分楽しい。あ、絵が切り替わった。スライドショーになってるんですね、これ。こうやって立体ですごい見てほしいとずっと思ってたので夢が実現した感じです。でもこれは Android ベースのアプリなわけだから、スマホ差し込み型のVR ゴーグルとかでもこういう作品として見せることできるんですか？あ、そうなんです、この360度の状態で書き出す方法を最近やっと私覚えましたので。へー、それチルトブラシの中にそういう機能がついてるの？あ、機能がちゃんと実装されてるってわけではなくて、あのコマンドプロンプットにコードを入れて書いてある感じになります。なるほど。ちょっと慣れないことをしています。いやでも、はい、こうなるともっと手軽に体験できるからいいですよね、はい、作品を見てもらうっていう、ね、個展の後に一個一個 YouTube にアップしていくので、箱スコとかでも見てもらえるように。あ、そっかそっか、はい、360度映像として書き出してるわけです、ね、そうなんです。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの後にさらにこれを、はい、360度の空間、そうですね、空間を歩けるっていうやつが、はい、その後の HTC VIVE では奥行きもあるので中も歩いていただけるようになります。そちらもよろしくお願いします。お願いします。こちらが VIVE の体験です。こういうこの不安な感じの作品っていうことなんですよね。そうなります。不安定な感じが面白いですね。そうですね、ちゃんとこの世界観を表現できてるっていうか。これいろいろ動き回っていろんなとこから見てるんですよね。はい、歩いていただいて大丈夫です。中に入ってねぶた目線とかもできるわけ。そのままできますね。ちょっと身長がね高くない方はちょっと届かなかった。もうちょいです。寝っ転がって見上げるとか。あ、だんだんこうキラキラが増えていってますね。そうですね、すごいすごい。こちらを押していただくと足のマークがどこに移動することができるんですか？はい、だんだん前に進んでいくんだ。おー、おー、アイラブユーって感じで。ひょっとしてこの中も入っていけちゃうってことを通り抜けて後ろから、まあ、隠されたメッセージまさにですね、はい、今真っ白い世界の中に額縁に絵があって、この世界の中にこれから入っていくってことですね。おお、絵の世界の中に本当に入ってるんだ。波の立体感とかすごいですね。どこに何を配置したら世界観ができてるのかすごいですね。はい、ということで VR アートの個展、はい、このタイトル何でしたっけ、はい、デイドリームリアリティですね。デイドリームリアリティ、妄想現実ですね。妄想現実、はい、本当まさにこう私が作った世界の中に皆さんに入っていただく、うん、現実的に入っていただくという。いやー楽しめました。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、VIVE の体験って、うん、VR を知ってる人じゃないとあの作品作れない。ただこうペイントできるだけの人だとあの世界観は作れないと。
あのグラグラしたやつだとかさ、そのトンネルをくぐってブワーッと開けるとか、絵の中に入っていくとか、そういう感覚っていうのはただ絵が描けるだけの人じゃ多分できないと思うから、すごい楽しかったし、今後もさらにいろんな作品見てみたいなと思います。ありがとうございます。なんかこうおかげさまで、あの今回ご来場いただいて、そういうふうにね素敵なご意見もいただけるので、やっぱりこう生で VR で見てほしいっていうのはすごくあるので、ですね、またこういった機会を作って、あのたくさんの人に見てもらえるように頑張りたいです。今回はクラウドファンディングで支援した方のみ、そうですね、おかげさまでそれで満員になってしまったので、ね、これがぜひもっといろんな方に体験できる、地方だったり日にちを増やすだったりとかして、ね、できたらいいなと思っております、これからも応援してます、ありがとうございました。